おはようございます。南花です。平日の毎朝お届けしています、南花の今日は何の日。電車の中やお仕事前などに毎朝聞いていただいて、楽しく一日を過ごしていただけるようなプログラムをお届けしていきます。今日は8月5日月曜日です。1日に行ったクインシー・ジョーンズのライブがあまりにも良くて、特にジェームス・イングラムの歌った Just Once とかライブで聞いたらすごく良かったのでね、ちゃんと CD で聴きたくて、早速 Amazon で CD を注文したんですけど、週末届いたのでずっとねアルバムを聴いてたんですね。1981年かな、発売された The Dude というクインシー・ジョーンズのアルバムなんですけれども、愛のコリエダとか100 Ways とか入ってて、もう大満足なんですけど、9曲なのになんと900円しなかったというね、なんでこんなに安いんだろう、輸入版だからかなって思ったんですけど、そういえばね、最近CD って洋楽はよっぽどのなんかビッグネームじゃない限り日本版っていうのが出るのがものすごく遅い気がするんですよね。私が好きなジョン・メイヤーのアルバムは来日することが決まったらやっと日本版出すみたいな感じだったし、クインシー・ジョーンズのアルバムも2010年に出てた旧ソウル・ボッサ・ノストラっていうアルバムも日本版はこの間7月17日に出たみたいで、ライブ会場で私もあ、これも日本版出てなかったんだって知りましたけれども、やっぱりネットで買う音楽もいいけれども CD で聴くのもいいですよね。皆さんどっちが好きですか？そんな南花の今日は何の日、8月5日、今日も世界でいろんな記念日があるようですよ。ちょっと紹介していきましょう。さあ8月5日の記念日、いろいろ紹介していきましょう。まずは箱の日。東京漆器工業組合が1991年に制定しました。漆器というのは紙の器って書くんですね。全国の漆器段ボール箱工業組合が実施している記念日ですけれども、8月5日箱の語呂合わせということですね。段ボール箱ね、すごく便利で、 Amazon とかでよく私は買い物をするんですけれども、必ずと言っていいほど、段ボール箱に入ってきますが、物によってはちょっと本一冊これ段ボールいらないんだけどみたいなメール便でいいんだけどみたいな感じがあって、なんかこう段ボール箱いらないみたいなチェックがあるともっといいかななんてよく思っています。そしてはしご車の日というのも今日なんですって。これもはしごの語呂合わせですが、国内の 90% のはしご車の製造を行っている株式会社森田が制定しました。これはなんだっけな、トリビアかなんかでやってたのかな、森田っていう会社のその消防車はしご車いろんなの出してたんですけどね。働く車っていう歌ありましたね。今でもポンキッキーとか流れてるのかな。それからこんなのもありますよ。ハードコアテクノの日。ハードコアテクノ音楽のレーベル、ハードコア大阪が2006年に制定しました。ハードコアの言語の読みがハーコーと聞こえることからハーコーの語呂合わせ、ハーコー。確かにね。そんな中、今日私がピックアップしたいのはこちら、タクシーの日。12月3日に個人タクシーの日っていうのを紹介しましたけれども、今日はタクシーの日です。東京乗用旅客自動車協会というのが1984年に制定して、翌1985年から実施しています。現在は全国乗用自動車連合会が、全国統一キャンペーンとして実施しているということで、全国的に今日はタクシーの日ってことなんですね。1912年大正元年の今日、東京すきや橋の有楽町マリオンのところに設立されたタクシー乗用車株式会社が日本で初めてのタクシーの営業を開始したっていう記念日なんだそうです。これはね、タクシーメーターを装備した T 型フォード6台で営業を開始したんだそうですよ。タクシーといえばね、ニューヨークのイエローキャブ、ロンドン の, カブトムシみたいなタクシーとか、香港は赤かな、あとオーストラリアでもメルボルンは黄色だけどアデレードは白とか、なんかこう国ごとというよりも街によっていろんなタクシーがありますよね。京都の方はなんか幸せのタクシーとかあるんでしょ。で、東京はねハイブリッドのタクシーとかもちろんあるけれども、日産リーフ の, 電気自動車のタクシーも走ってたりして、こう世界的にもエコな車がタクシーとして活躍してる気がしますね。で、今日は全国的にもいろんなタクシーの日があるんですけれども、東京では、もっとあなたのそばへ東京のタクシーと題してラジオ PR の実施とか、タックンクイズという、ものを実施したりしてるそうですよ。抽選でいろんな商品が当たるそうなんですけれども、 JTB 旅行券5万円分20名とか、あとは防災グッズ30名とかね、クオカード1000円分とかいろいろあるんですね東京は。そして群馬、
これがね結構面白くて、タクシーに乗って温泉旅行を当てようというキャンペーンをやっています。で、抽選券を5万枚作成して乗客にタクシーの日をアピールしているそうです。これすごいんですよ。一等がなんと温泉宿泊券ペア1泊2食付き20名当たるってことなので、群馬県はね、タクシーに乗るよりも自分で自分の車を運転する人の方が大多数と思いますけれども、今日はもしかしたらタクシーに乗った方が温泉旅行券が当たるかもしれませんよ、なんてね。ということで今日は8月5日タクシーの日ご紹介しました。お送りしてきました南花の今日は何の日、いかがでしたか。私は最近あんまりタクシーに乗る機会はないんですけれども、乗るときは結構ね、いい運転手さんに会うことが多い気がしますね。本当運がいいんだと思うんですけども、まあ、また乗る機会があったら気分よく乗りたいなと思います。それでは今日もいい一日になりますように。お相手は南花でした。